はい、どうもスバルです。第6弾のゲーム始めていきたいと思います。第6弾の方はですね、リクエストでの募集とさせていただきました。リクエストありがとうございました。で、リクエストで決めさせていただいたゲームはこちら、ヘビーレイン心のきしむ時、これをですね第6弾としてプレイしていきたいと思います。それとですね、第6弾の、ヘビーレインの方なんですが、今もう一個、実況として、みんなで実況シリーズをちょっとやらさせていただいているんですけども、それのシーズン2ロストプラネット2の方がですね、ちょっとそっちの方が編集の方がちょっと結構時間がかかってですね、多分ですが、ヘビーレインの方がちょっと編集がちょっと簡単になるかと思うんですよね。で、一応まあ時間があれば編集の方はちょっと、できるだけこう頑張っていきたいんですけども、どうしてもちょっと両立するのがちょっとね時間がかかってしまいますので、とりあえずヘビーレインの方は、編集はちょっと第6弾のヘビーレインに関しては編集の方はちょっと軽めの編集の方で進めていきたいと思います。まあ一応ですが、おしゃべりですね、トークの方でまあカバーはしていきたいと思いますけどね。はい、ジャンルの方はですね、ヘビーレイン、ミステリーアドベンチャーゲームということで、内容はですね、連続誘惑殺人事件をめぐり、4人の主人公がその謎に迫っていくアドベンチャーゲームということです。で、またこのヘビーレインの方をちょっとね、まあこれ始めるにあたってちょっとウィッキーの方で少し調べさせてもらったんですが、まあ、そういう感じの内容で、エンディングの方も、マルチエンディングという形になっているそうです。で、主人公が全員死亡しても物語が終わるまで進行していくというため、エンディングはマルチエンディングという内容らしいです。まあ結構楽しそうですね。終わりがないということで、いろんなエンディングがあるっていうことなんで、まあでもどんな内容なんかがすごく気になりますね。まあ一応このゲームは初見なんで、ムービーとかすべて、ちゃんと見ていきたいのでプレイはしていきたいと思うんですが、プレイ動画の方をちょっとね、アップされている方のやつを少しちょっと拝見させてもらったんですが、結構これムービーがですね多いような感じがしますので、多分ですが、多分動画を見てくださるリスナーの皆さんに多分広告ですかね、多分広告が表示されるかと思うんです。で、広告時代は私が、設定はしてないんですよね、表示するようには。っていうのはアップロードする際にですね、YouTube 側の方で著作権が引っかかるか引っかからないかっていうのも一緒にちょっとこう調べるというかサーチするんですよね。で、それに引っかかるとどうしても広告が出てしまうという感じになっちゃうので、お手数をおかけしますが、その場合はちょっと見ていただくか、まあ、飛ばしていただくかってお願いしたいんであります。申し訳ございません。ではですね、第6弾ヘビーレイン始めていきたいと思います。一応ですね、初期設定の方は終わったので、多分音量とかもちょっと少し調節させてもらったので、
まあいい感じにはなっているかと思うんですけど、一応、一番初めのプロローグから始めていきたいと思います。では、プロローグ見ていきましょうか。プロローグ、どんな内容なんやろうね。読み込みが早くないではちょっと長いね。まあ第5弾の、あれコーリングの方ですね。またそっちもまあホラーゲームという感じでプレイしてましたけど、また新しいジャンルのミステリーアドベンチャーということで、ミステリーアドベンチャーやから推理していくんかなとは思うんですけどね、一応この人が、説明しておきましょうか。ちょっと今、説明書を持ってるんですが、この男性の人が、イーサン・マーズですね、有能な建築家、事故で長男を失ってから妻とは別居状態になり、1週間ごとに交代で、次男ショーの世話をしている。事故の後遺症か時々記憶を失うことがあり、長男を救えなかった事実を捨てて自分自身に強い不信感を抱いている。セステ人のような生活をしているイーサンだが、折り紙殺人にショーンを誘拐され、息子を取り戻すべく理不尽な要求に立ち向かっていくプレイヤーが操作できるキャラクターの一人と。はい、ということで、右スティックをアイコン通りに動かして操作を実行してみましょう。ほう、右スティックちょいちょい、今のちょっと R 指定じゃないか。ゆっくり操作すれば動作のスピードをコントロールできます。お、ほんまや、すがすがしいね。ちょっと R2 で前進。あ、左スティックで方向転換。あ、こういうこと。あ、なるほどね、斬新やな。あー、これ結構なんか慣れるのに操作が難しいなこれ。でこれはどうしたい。これなんか出てるけどどうしたらいいんだろう。そんな腹をそんなカイカイしたらあかんやんか。ちょっとわかんねえな、どうしたらいいんだ。こっち、ミニスティックをアイコン通りに動かして操作を実行しましょう。お、買い物に行ってくる。お昼に子供たちを迎えに行ったらジェイソンの誕生パーティーの準備をするわ。働きすぎないように。愛してるわ。誰の手紙なんですかこれ。愛してるわって、いやもう俺も愛してるけど。あ、手紙じゃない。写真か。あ、でも結構画像が綺麗やな。でこれはどうしたらいいの。上してこうか。ああ、なるほどね。何？俺の服はねえって言ってたんか？プレイ中に L2 を押すことでキャラクターの思考が開けます。シャワー？下に行く前にシャワーを浴びて着替えないと。はあ。シャワーか。そんな。
パンツ一丁でシャワー浴び、もうさすがやね。何がさすがやね。ちょ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 、こっちちょ。お、鳥、鳥。鳥さん、こんにちは。あ、かわいい。しし。もうちょっと、見たいな。ここは？ここは？顔の向きを変えることでその時可能な行動が表示されます。左スティックを操作してシャワーの方向に顔を向けてみましょう。近くまで行って、わーわーわー、あ、R して 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 R して、シャワーをね、浴びてるんですよね。これと何がすごい連続誘拐事件を巡るんでしょうね。全く想像がつかないですね。あ、降る。おい、降ってるよ、降ってるよ。コントローラー降ってるよ、上下に。ほいほいほい。横か。忙しいな。忙しいっすね、これ。もう投げる。もうちょっと優しくタオルを預かってほしかったな。鏡、携帯と、あ、携帯ちゃうわ。ヒゲか。マジでこれゆっくり動かさなあかんの？ああ、上か。ゆっくりジョリ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 、気持ちいいか。うん、ダンディって思ってるんですよね。で、上鏡を見て、今日も一発頑張るかと言ってると、ほんで歯磨きしてつけてゴシゴシ、これもなんかするんじゃないの、アクション。ほらね、やっぱりね、めっちゃ早くやったろ。めっちゃ早く動かします。こうか、上か、上上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 、振ってる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 、早く着替えへんね。服はどうすんだよ。で、こっち行って走りたいな。カメラアングルは、あ、なるほどね。おお、これ操作慣れるの時間かかるな。トイレはいい、トイレはいいか。トイレはええね。広い家やなぁ。んで、こっち、こっちは何があるんでしょうか。なんか子供の部屋っぽいね。お、うお、マジで。こうしてこうして表示されたやつをスムーズに行かなきゃダメなんだね、これ。おお、もう一回やろう。こう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 、バツ、三角、じゃ三角、丸。なるほどね、そういうのがあるっちゅうことか。視点を変えるっちゅうのもこれ難しいね、これ。うわ、これはまああんまり長いしてもダメなんで、
下下下下に行く前に着替えないと。着替える。シャワーも浴びたし着替えるとするか。なるほどね。でここでしょ。上と着替えたということですね。でもこれ日本語字幕もあった方、字幕あった方がいいですよね。あのですね、これ右になんか変な折り紙マーク出てるときは、これ多分オートセーブ機能がついてるんで、もう勝手にオートセーブされてるんですよね。で、仕事か昼。もう昼だ。もうすぐグレイスと子供たちが帰ってくるな。グレイスたちが戻るまで時間があるな。仕事でもするか。仕事何するんや。仕事、あ、建築家言ってたもんね。建築の仕事か。いや走りたいなダッシュしたい。ダッシュ。状況が変わればキャラクターの思考も変わります。定期的にチェックしてみましょう。こういうことやね。外はいい天気だ。庭で気分転換でもしようかな。俺のんきやな。ちょっとのんきすぎねえか。あれ、庭出たけど、庭出たけどダメだったんですか。これいっぱいあれだな。とりあえずもう昼だ。もうすぐグレイスと子供たちが帰ってくるな。そうだな。とりあえずブレイクタイムしようか。コーヒーが飲みたい気分だな。コーヒー飲もう。コーヒー。こうか。おい、リアル。マジでブラックで行く。ゆっくりゆっくり。暑いから。あっち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 。難しいねこれ。よし、飲むの早っ。冷蔵庫は何かあるのか。ジュース、お、降る降ってるよ。マジで男で行く。よいしょ。おい、コーヒーも飲んでジュースも飲むってもうかなりもう末期症状やん。テレビで何かやってるかな。子供たちが戻るまでソファーでゆっくりするか。おっとっと、今の何。おい、ラジコン。おお、何がしたいねん。何がしたいんかがわかんねえわ。ソファーでゆっくりテレビで見るかっつってるよ。おい、こうか。そっか。おい、テレビをつけよう。おい、
グレイス、ジェイソンの誕生日プレゼント買ったかな。グレイス、誰グレイスって。グレイス、グレイス、あ、イーさんのこの男の人の奥さんですね。なるほど。音楽でもかけるか。音楽でもかけるかってどこに、あるんだ。デッキ、おっと、これか。おい、音楽かけたよ。で、気温、うぅ、息苦しいな。庭で新鮮な空気でも吸うかな。庭はどうやって出たらいいのこれ。お、誰か帰ってきた。あ、子供たち。おい、落ち着け、転んじゃうだろ。あ、いよいよ誕生日だな。僕も大人。10歳はまだちょっと大人には遠いかな。パパの車運転していい？いや、それにはちょっと早すぎるよ。でもなんかこの声聞いたことあるね。イーさん、手伝ってくれる？捕まらないよ。ああ、ごめん。これですね。お、はい。あ、押し付ける。ほい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 。で、バツ。あれ？あ。もういいわ。ごめんなさい。ごめん、ぼんやりしてて。あ、三角押してバツも押さなあかんってことか。あ、絶対の調子よ。スーパーでも大はしゃぎしちゃって。そっちはどうだったの？仕事ははかどく？何買ってきたんだい？仕事。あ、いや、その手はつけたけどはかどらなくて。来月にはプレゼンだから、いいアイデアが思いつくといいんだけどな。近い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 。やることだらけだわ。めっちゃ近いめっちゃ近いめっちゃ近い。ちょっと手伝ってくれる？リビングの食器棚からお皿取ってくれない？はいはい、ああ、オッケー。任せといて。リングの食器棚。どこにあんの？ここ？あれ？ねえ、イーさん、お皿運んでくれるんじゃなかったの？ああ、ごめん、リビングの食器棚だっけ？そうよ、一人でに動くわけじゃないんだから。リビングの食器棚。こっち？ちゃうちゃう。どこどこ？あれ？どこですか？わかりません。どこにあるんですか？あ、これか。オッケーオッケー。これね。はい。開ける。いつも引っかかるのよ。思いっきり引いて。ふい。ふい。下。ちょっとこれ操作が慣れるまでちょっとね、見にくいかもしれないですけど。お母さんを怒らせるようなことはしたくないからね。できるだけ。ちょっとイーさん、気をつけてって言ったでしょ。ごめんごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。そっか、こういう風にゆっくり。お、そっか、アイコンがこうちょん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 ってなってる場合はゆっくりしなあかんってことやね。ほい。で、これもゆっくり。ゆっくり。ほっほーっと。おー、んで、子供たちと遊ぼう。子供たちと一緒に遊ぼうかな。遊ぼうぜ。レッツハッスルだ。これはなんだ。よし。
子供たちと遊ぶってどう、外にはどうやって出たらいいの？こっち？子供たちと遊びたいんだけどね。外にはどうやって出たらいいんですか？本を読んでるけど、本を読んでるけど、読んだけど、なや、何の本や。めちゃ気になるぞ。お、で、あ、こうか。ほい、遊ぼうぜ。よし、これでパパも自由だぞ。ねえ、5分だけよ、いい？ご飯食べないと友達が来ちゃうわよ。はい、わかったよ、ママ。どっちからだ？僕だよ、僕だよ落ち着いて、順番だ。うわ、めっちゃこれ、お前や。僕だよ、僕だよ。どっちしたらいいんかが、もうヘリコプター、お前や。よし、こういうことやね。よっしょ、行くぞ。準備はいいか？シュイーシュイー。ちょっとコントローラーそんなに。お、当たる。終わり。今度は僕の番だよ。チミや、チミ。よし、ジェイソン、お前はヘリコプターだ。ぐるぐるしてるけど、ずっと目回る。腕にぶら下がっていい？パパ、超筋肉すごいんだから。よし、捕まって。連打ね。はい、連打してるよ。はい、終わり。歓迎の拍手やな。何すんの。これでおしまいだ。すべての罪を償え、悪の手先め。はあ、諦めるんだな。命乞いするがいい。どんな家族やねん。ああ、これ。そこだ、ジェイソン。こうか。そういうことね。私の貸しだ。罰。危ない。下。いいや。これ下押したで。攻撃。おお。右。いや。切る。やったな。下。ああ、あざになるな、これ。なんか子供のこの声聞いたことありますよね。なんか聞いたことある。あ、ちょっとよそ見した。やったー。やっ、今のミスターじゃないですよ。あのね、やっぱり愛すべき子供たちのためにね、わざと負けてやったというね。おいで。これどこで終わればいいかわかんないよね。あ、今セーブ終わったよね。今セーブ終わりましたよね。一旦ここで終わりましょうか。うん。あ、言語。これ、字幕ありにしとこう。日本語ね。一旦ですね、ここで終わって、また、次の撮影、同じ場所になるかどうかちょっとわからないですけど、この場面からまた始めていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。では、じゃあねー。